シンシアラスターは日本のアクション女優である。アジア各地で活躍した後、現在は福岡に活動拠点を移している。日本での芸名は大島ゆかり。福岡県福岡市西区出身。総合学園ヒューマンアカデミー福岡校の特別顧問を務めている。既婚サンテックス作、ゆかり大島が中学の時に、機械体操、中学3年生の時に、 片山流空手を学ぶ。体育教師を志して、日本体育大学女子短期大学部体育学科に進学した。在学中、たまたま友達に誘われていった映画、ヤングマスター指定出馬を見て、衝撃を受け、ユンピョ平に憧れスタントの道を志す。当時バイトしていた喫茶店の常連客が昔アクションを志した人で、 その人物にジャパンアクションクラブを紹介してもらう。その感謝の意を込めて、その人物の名字である、大島の芸名を名乗る。1984年の超電子バイオマンのファラキャット役で注目を集めた。ジャックを脱退後、アクションの修行を積みながら、香港映画に出演する機会を伺い、ユン・ピョウ主演の冒険活劇上海エクスプレスの出演オーディションに合格する。 香港映画を熱愛するきっかけとなったユンピョウに対する思いの丈を手紙にして、プロデューサーに送りつけたという。彼女の夢を叶えてあげようではないかということで、採用され、ユンピュウとの共演と香港映画出演という二つの夢を同時に叶えてしまう。劇中でのアクションが高い評価を受け、これを機に活動拠点を香港に移し、ジャッキー・チェンの事務所、アーティストキャンパスに所属し、 アクション女優として数多くの香港映画に出演する。これにより香港映画界のスターとなった。1991年、香港の俳優マーク・チェンと結婚したとされているが、実際はしていない。同じく俳優である高飛びとの再婚の事実もない。1997年に活動拠点をフィリピンに移す。香港では大島ゆかりの芸名で活動していたが、 この頃からシンシアラスターの別名でクレジットされるようになった。彼女はフィリピンにおいても国民的なスターとなっている。加えてマレーシア、タイ、ベトナム等、アジアで幅広く活動を続けていた。出演した映画は約80本、主演作品は約70本を数えている。1998年、撮影中の事故で負傷したのをきっかけとして帰国して、 以降は、故郷の福岡を活動拠点としている。香港に移住した後は日本での芸能活動は、皆無に等しかったが、帰国後の2004年には、安野秀明監督作品、キューティーハニーで武術指導を担当するなど、近年は日本での芸能活動も再開している。故郷福岡で、自ら考案した武術眉優寸というエクササイズを、主婦や OL 中心に広めている。 また、福岡発アジアをテーマに LAS を設立し、プロを目指す、アクション俳優を育成している。総合学園ヒューマンアカデミー福岡校で、特別顧問を務め、アクション俳優を養成する、全日制のアクションスクール、エンターテインメントラボラスタープロ、研修コースを開講した。2013年4月に開催された第1回ジャパンアクションアワードにおいて、ベストアクション女優賞並びに、 特別アクション功労賞を受賞した。2014年には主演作約70本という実績に加え、故郷福岡での映画誘致活動や更新の育成の実績を評価されて、福岡主文化賞を受賞。2015年4月より RKB 毎日放送サンデーウォッチのコメンテーターを務める大江千里と共演。ありがとうございます。